ラピッドリダックスはアメリカ合衆国の競争馬。大レースでの実績はないが、北アメリカの近代における連勝記録である22連勝を受立し、2011年のエクリプス賞特別賞を受賞した。2007年にストームレオパードの要名で、キーンランドセプテンバーセールに出され、最初のバッシュに8万5000ドルで落札される。デビュー前に巨勢手術を施される。 デビューは2008年5月16日。2戦目で初勝利を挙げる。ステークスにも2度出走するが、共に最下位に終わっている。アローワンス競争でも結果を残せず、8戦目以降はクレーミング競争のみに出走するようになる。当初はクレーミング価格4万ドルだった条件も、15戦目には5000ドルの価格で出走するまでになる。 クレーミング価格での売却はなかったが、たびたびバッシュや調教師が入れ替わっている。そして2010年10月13日に行われた18戦目のクレーミング競争で、ロバート・エル・コール・ジュニアに6250ドルのクレーミング価格で購入され、デビッド・ジェイ・ウェルズ調教師に管理されることとなる。コールに購入された後は、移籍後2戦目で発着と敗れたものの、 12月2日の移籍後3戦目から、主に、スターターアローワンス競争に出走し、連勝を重ねていく。2011年10月27日に19連勝で、ゼニアッタ、ペッパーズプライドが打ち立てた近代、北米連勝記録に並び、11月21日に、20連勝で記録を更新した。12月13日の21連勝は、 年間19勝目となり、サイテーション、ローズベンの近代北米年間最多勝利と並んだ。その後年内にもう一戦出走して、シーズン最多勝利の更新を狙ったが、コンディションが整わず断念した。スターター・アローワンス競争の出走資格は、本来2011年まで有効であったため、2011年、一杯で引退する予定で、引退後のつなぎよ先となる。 養老施設を探す動きもあった。しかし2012年もこれまでと同一条件の競争が組まれたため現役を続行。1月4日のレースでは数日前に右前足に外傷を負っていたが22連勝を記録した。その後は蓄積された疲労と外傷を癒すため休養に入り、同年5月に万全の状態で復帰させるのは難しいとして引退が発表された。 引退後は引退場の養老施設であるオールドフレンズで余生を過ごす。連勝中は連闘に相当するレース感覚での出走を4度経験。最も長いレース感覚でも約1ヶ月と、ほぼ休みなく出走を続けてきた。出走した競馬場は7場。騎手は8人に乗り換わっていて、連勝記録が見えてきた頃、ようやく JD アコスタ騎手に、 ほぼ固定されている。距離は当初5から6波論の短距離中心だったが、後にマイル前後を主戦場とする。連勝中は距離5から9波論で勝ち星を挙げた。スターターアローワンス競争ラピッドリダックスの連勝で特筆すべきはスターターアローワンス競争というレースを狙って出走している点にある。22連勝中に出走したレースのうち、 18戦をスターターアローワンス競争が占めている。残る4戦はアローワンス競争が1戦オプショナルクレーミング競争が1戦クレーミング競争が2戦である。スターターアローワンス競争は出走条件が過去に所定の価格に設定されたクレーミング競争に出走経験があるという競争。ラピッドリダックスが主に出走した。 スターターアローアンス競争は価格が5000ドル以下という下急条件であった。この条件は連勝前の15戦目のクレーミング競争への出走で満たしていた。出走経験は原則として出走した年とその翌年の2年に限られているため2010年に条件を満たしたラピッドリダックスは本来は2011年までしか出走できなかった。 ウェルズ調教師は、ラピッドリダックスの長所について、最低でも80%、ほとんどは100%の能力を発揮することができると、表している。一方で、この馬は、ステークスやアロワンスを勝てる馬ではない。人々は我々に、それらに挑戦するよう望むが、それに見合う能力には達していないとし、下級条件のスターターアロワンス競争が適正で、 アルトの見方を示している。バシュのコールは素晴らしく頑丈で安定性がある。そうでなければ13ヶ月にわたって勝ち続けることはできないと称えている。レーススタイルは逃げ。連勝はすべて逃げ切りで一戦を除いてスタート直後から先頭を譲らずの逃げ切りである。残る一戦も序盤で先手を奪っての逃げ切りであった。 道中で先手を奪われながら巻き返して勝ったのは、連勝前に2戦あるだけだった。メス系は5代母コスマ、6代母アルムマウドという、競馬史に名を残す、名藩食品場へと遡る。コスマ以下の一族には、サンデーサイレンスの父ヘイロー、サツキショーバハワイアニイメージの父フワーザーズイメージ、全日本2歳優秀ューマグレースティアラなどがいる。ありがとうございます。